ベルクラゾーでござる。いやはや、拙者またこの戦場に舞い戻ってきたでござる。30人の甲賀の者たち、伊賀の者たちを抹殺するために里からね、抹殺命令が出ておるからや、これを遂行するために拙者舞い降りたでござるよ。もちろん使っていくのは手裏剣、宮内師匠の盾、今回は火遁の術なるものも使っていくでござる。これじゃ。ふむ、これは面白いことになりそうじゃ。やはり室内戦でござろう。師匠の盾は室内戦に向いておるからの。行くでござる。行くぞ、ゴースト分隊。さあ、カトの術を投げておこう。気のせいか、気配がしたんだがな。こちらでござろう。静かすぎやしないか。ここが床下からの手裏剣でござるよ。こちらは違ったでござる。ふむ、いい宮内じゃござったかな。足音聞く。左が怪しいな。いや、右だ。今のをミスるのは非常に良くないでござるね。ミスって何でござるか。今の計算違いしておったでござるが、やはりここでござろう。一生ポイントでござろう。ここに数々の死体が転がっておる。ここは冥府か。ここは冥府なのか。ちょっと、危ないでござるね。電子魔導じゃ。危ないでござるわ。両方から来てる。あれ、おかしいでござるな。なんか目の前をかすめとって言っとったんでござろうな、あれ。師匠の盾。いるでござる。上でござるか。左はどうだ。気配がするでござるぞ。あまり移動するのも、ね、犬の声が聞こえる。上でござるな、これ。あららららら。水遁の術も使っていかんとな。さあ、仇を打ちに来い。よしくさ、仇だちゃ。こちらに行こうか。これ投げるの遅いんでござるよね、カトンの術。カトンの術遅いんでござるよ、ちょっと。だいぶ差がついてしまったでござるね。2枚ぐらいついてくるな。
危ないな。カトンヌズズじゃ、当たったようじゃの、当たったようじゃの。防げぬわ、防げぬかったわ。こりゃ苦戦を強いられておるぞ。ここはいいとこじゃ、ここはいいとこじゃぞ。裏来ておるな。めくらましゅう。よし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 、カトンヌズズ。いなかったか。見余ってる。いるぞ。あー、見余ったわ。あれは見余ったわ。裏を回ったか。でござるな。あれはなかなかの猛者どもが揃っておるでござる。これこっちに来てるパターンが多いでござるからな。ガトンの術と出剣じゃ。あれやりもるな。気のせいじゃったな。よし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 よ。危ないでござる。カトンヌズズ。頭切られた。頭切られるボタンは。やりよるわ、あの忍び。この、やりよるな。こちらにいたでござるぞ。敵の三徳門を発見。あら、あれ私の手裏剣どこ飛んでいったでござる。あれ上に行った、上に行ったな。やつキャッチ。敵の三徳門を発見。まずい。このままでは、このままで勝てる。このままではまずいぞ。そうだ、分かっておるわ、分かっておるわ。その程度危ないでござる。危ないでござる。うざい。それには耐えれんでござるわ。それには耐えれんでござるわ。カトンヌズズと見せかけてこっちじゃ。危ねえな。これに勝てないでござるわ。鎖片びら、鎖片びらじゃ。いや、窓を割る音が聞こえたな。危ない、取り逃がすところだった。カトンの術で予想に。
どうしたんでござるけどもね。ここが激戦区であったか、やはり。そんなわけで今回はちょっと不甲斐ない結果を出してしもうたでござるが、また次回から頑張っていきたいでござるので、どうぞ皆さんの応援よろしくお願いいたすでござる。チャンネル登録は PC からは画面上のアイコンから、そして携帯機器スマホなどの方は下のチャンネル登録ボタンの方からどうぞよろしくお願いいたします。